こんな感じで35種のカードがあって、そのうちの1枚がこのウェアハウス1つに入っております。で、今日起きた、煉獄教縁柱煉獄、早くこの哀れな子供を転げよう。ひどいこと言ってるね。結構牛の呼吸、蝶の舞、戯れ、これ鬼のお姉さん、俺が来るまでよく耐えた、あとは任せろ、全集中、水の呼吸11の方、なぎ、水の呼吸11の方、黒脂肪、ちゃんと交換してくれるな。波動炭治郎出ました、炭治郎さんです。人は心が原動力だから、心はどこまでも強くな、でも強くな、いいですね。これかなおちゃんに言ったセリフ、絵は全然。さんちゃんの最後のカードは煉獄杏寿郎さんでした。具体的に3枚ともこのタイプにいて。じゃじゃんさん、せーの、グッバイ。はい、オッケー。ジューッと。おいしい。テレレレテレ、ここで終わらないのがママなのでした。何？何？タララララ。続けていくよ。ペッチョー。レバシル。はい、では終わりじゃなかったのか、行きますか、行きますか、はい、行けんの、切ったよ。ママはね、ねずこがいなかったことがね、不満なんです。ねずこがいなかった、ちょっと待っててください。さっきのお部屋にねずこがいなかったじゃん。うん、これはいけない、ねずこ出そう。ぜんつぼ、ぜんつぼマン、みなんてた炭治郎出たから欲しいとこだけど、ぜんつとねずこを取ろう。え、でもさ、あのさ、うん、ママ、ママ、炭治郎のさ、お母さん出てないよ。お母さんいるはずがない。炭治郎のお母さんあるかな。あーちゃん、すごいとこついてくるね。これがシークレットかもしれないよ。そうだね。はい、もういいですか、食べた。もしかしたらシークレットって、待って、なんか食べ終わってない。ママ、シークレットの炭治郎とネスコとイノシケと全員聞いてるの。そんなやつあるよ。3人だね、3人だ、3個シークレットが3個。セリフ付き個包装のプッチョです。シークレット3枚だって。うん、目を閉じて引いてみよう。そうするとセリフ付きの個包装のプッチョが出てくるよっていう、全20種類だそうです、はい、で中にはシールが付いていて、鬼滅の刃オリジナルシール付き13種プラスシークレット3種です。それでは開けていきたいと思います。目つぶってこれ入れるって、いいよ、これ。スーちゃん当てて大丈夫？くせ？いいよ、やるよ。すごい匂いがする。で、みんなはこのプッチョ何個入り？ちょっとこれ結構入ってる、プッチョがこんだけ入ってるんで、ドドドドドド、セリフがこうやって書いてあるんですけど、はるはるがもう、それをこれ1日1個 OK、 今全部食べるんじゃないよ、1日1個ね。でセリフが何が出てくるかなっていうのを楽しんで一週間経ってください。中に手突っ込んでたらさ、シールがある。そうで、今見たいのはそのシールだけ。はい、シールを出します。よっけー、手突っ込んで、シールじゃなかった。違うの？シールじゃなかったよ。ねずこ、ねずこ、シールないよ。え？なんで？シールないべよ。ないべよ。いや。あれ？ん？あ、待って。あ、あ、ちょっと見して、ちょっと見して、ちょっと見して。シールがないと思ったら、
シール入ってないよってなったら、見てください、2層のシールになっているので、この保護シールを剥がしてご使用ください。台紙をはじめに剥がしさないでください。なるほど、なるほど、なるほど。なんか怖い。こんなさ、真っ白なもの、紙が入ってたんだって。シールがないと思ったらこれじゃない。開けて開けて。開けて。ももちゃん、ななちゃんのをやりたいと思います。こう、台紙じゃなくて上の方だけ剥がしてね。台紙じゃなくて、え？どういうことこれ？なんか黒い。あ、違う違う。みんな聞いて。こっちだよ。こっちの紙、字書いてある方を剥がす。今分かった。え、違う。え、そうだよ、そうだよ。もうシールになっちゃった。ああ。出た？うん、やだー。やだー。出へたー。ナナちゃん。煉獄さんでーす。また煉獄？ジュウさんは嫌だって言ってたよ。これを見ろ。ジュウの苦手なキャラだ。あー、みつりちゃんやりましたー。ジュウちゃん、みつりちゃんです。じゃあ、ななちゃん投げたら、で、煉獄さんをジュウちゃんのところに。じゃあ、サンちゃんやってあげる。出して。ね、ね、やらせて。やらせて。ね、サンあげるよ、煉獄さん。じゃあ、わかんない。見せて。よかったじゃん。甘露寺で、7が出たのが煉獄さん。目立ちたがり屋だね。また出たね。はい、最後が、炭治郎と、なんだっけあれ、マコモトサビト、サビトのお面、役所の面、お面、普通のお面です。はい、全部出しちゃった人さ、これダメだよ。さっきママの説明聞いてた。こっち1個で、今食べるのはただ1つ、1個だけ。よーちゃん、今のセリフが出るかやって、はい、終わりにしたいと思います。それではどうぞ、なえちゃんも。じゃあ説明しましょう。全部見たい。ダメ、毎日見る楽しさがあるから。じゃあ1個だけ出してください。よーちゃん出すぞ。本日の1個目、1日1個だよ。はーい、出していいよ。1、はい。ムザンさんは出るの。はい、なんて書いてある、読んで。さんから読めない。黙れ、何も間違わない。ムザン様の言葉ね、黙れ、何も違わない。黙れ、何も違わない。ルーは伊之助です。はい、なんて言ってる、読めない。なんだっけ、あれあの、シャタツマオシ。あー、言われた。シャタツマオシ。あー、ちょっとつぼを死んでました。どういう意味か知ってる？へーっと、もう何にも見ないで、もうとにかく前に突き進む。ちょっとシャカツボーシー。イノシシって書いてある。イノシシの動きってそうなの、横見向きもしずに、まっすぐ前に走り抜ける。何書いてあるか。それでは、ナナが出したイクロさんのセリフは、信用できない、俺は信用しない。あー、信用できない、俺は信用しないっていうとこだ。じゃあ、これは、プッチョ、皆さんも買って、セリフ付きの個包装のプッチョを食べて、エルさん、グレープ味取っちゃった。見てください。シールね、そこが欲しかったよ。グレープ味食べていい？いいよ。
ただきます。皆さんもこういう感じの楽しみ方をしてみてください。それでは今度こそちゃんとした13の TV のジュート3と7でーでした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは皆さんせーのグッバイ。グッバイ。さあちゃんプッチョに夢中。さあ今中にあるプッチョ取ってる。中にあるプッチョって何？それがプッチョなんだよ。中にあるグミ取ってるんでしょ、うん、そう、うん、それかい。食べてから取りなよ。食べてから取れないしね。みんなそれぞれすごい面白いこと言ってるのに気づいてる。え、うん、あ、終わり。じゃあ、オッケー。終わりじゃないかもしれない。また終わりじゃないの。終わりだ、終わりだ、終わりだ、終わりだ。あ、うん、あ、終わり。じゃあね、バイバーイ。バイバイ。グッバイ。ジューっといつもより揺れる揺れる。机が揺れるからダメだこれ。やばい。椅子。そうか、そうなっちゃうか。揺れるんだよな、机って。13の TV のジュとサンサンとナナです。今日何するんですか。見てでさ、書いちゃダメ体に。じゃ見てこれ1本だけ。じゃ見て、13の TV のもう一回やって。13の TV のジュとサンとナナです。始まりました、久しぶり。13-7TV の時間で。あ、わかった。ママさ、頭固い方だよ、ちょっと。誰が？さん。ほんと？ちょっと石頭？炭治郎じゃん。そんなに固くない。これすっごい美味しい。美味しいね。バニラのやつが美味しい。今日は開封動画でした。ずっといつもよりたくさん笑おう、遊ぼう、レインボー。ずっと毎日たくさん走ろう、食べよう、太陽。